Megadimension Neptunia V2! いつからだろう、この身とこの世界が妄想の渦に飲み込まれてしまったのは、いや、飲み込まれたんじゃない。俺自身が妄想の渦へとこの身を投げ出したんだ。でも妄想の渦は俺が思う以上に激しく、そして深く俺を飲み込んでいった。どうすれば俺はこの終わりのない妄想の渦から逃れることができるのだろうか。誰か俺に教えてくれ。誰でもいい、俺を救ってくれ。ゼロ次元ゲーム、ネプテューヌ Z。ゲーム業界、そこは4人の守護女神が国を守護する。現実とは異なる女神ホワイトハートの守護する国ルイー、女神グリーンハートの守護する国リーンボックス。かつては犯罪神や太古の国狩りの女神といった脅威にさらされたものの、4人の女神たちにより世界の平和は長く保たれていた。しかし守護女神の転換期を迎えることに、長く続いた4人の女神が守護する時代が今まさに終わろうとしていた。やっぱり暖かい太陽の日差しの下でする昼寝は最高だね。なんか物騒な夢を見た気がしないでもないけど。ぬぼっ、一体何の音？まるでゲーム機のような硬いものがコンクリートの地面に落ちたような音だったけど、確か音はあっちの方からだったよね。ちょっと見てこようかな。ちょっと不気味で苦手なんだよね。誰か助けてくれ。やば、この声は何？誰かいるの？誰でもいい、俺をゼロ次元を助けてくれ。もしもーし、誰かいるの？ねえ返事してってば。おかしいな、確かにこの辺りから聞こえたと思ったんだけど。って、あれ？なんか落ちてる。これはゲーム機だよね。でもどこのメーカーだろう。真っ白なボディに渦巻きマーク。ゲーム機ソムリエの私でも見たことないよ。この辺りには誰もいないみたいだし、笑っちゃ、じゃなくって業界で預かるべきだよね。ネプギアー、見て見て、ゲーム機拾っちゃった。あ、おかえりお姉ちゃん。この子はネプギア。見た目はこんなんだけど、私の妹でこの国プラネテューヌの女神候補生なんだ。ネプテューヌさん、今までどこを遊び歩いていたんですか？
今日という今日は許しませんよ。イーズンだ。この小さい妖精みたいなのはイーズンことリストアール、プラネテューヌの初代女神様がこの国の歴史を記録するために作った人工生命体で、この国の教祖をしているんだ。黙っていれば可愛いんだけど、口を開けば仕事仕事仕事って、まさに仕事の鬼で、見た目によらず口うるさいのがたまに傷なんだ。いいですかネプテューヌさん、何度も言いますが、ゲーム業界は守護女神の転換期の真っ只中なんです。転換期？転換期ってなんだっけ。あれだけ説明してたのに。いいですか、もう一度説明するのでよく聞いてくださいね。守護女神の転換期とはそのままの意味で、人々が今まで守護していた女神ではなく、新しい女神を求めるようになる時期のことです。その背景から、この時期は決まって女神様に対するネガティブな噂やデマなどが出回りやすいんです。現に他の国の女神様たちは専門の対策チームを作って動いているという話です。私は大丈夫だって。なんて言ったってありのままの姿が国民には受け入れられてるからね。それにまともに対策チーム作ってるのってノワールぐらいじゃないかな。ベールはネトゲのイベント、ブランは新人賞が近いって言ってたし。どうして女神様たちは揃いも揃って危機感が足りないのでしょうか。ちょっと私までネプテューヌと一緒にしないでよね。あ、ちなみにこの子はノワール、お隣の国ラステーションの守護女神で、友達がいないぼっちなんだ。だからぼっちじゃないって言ってるでしょ。そういうわけだからネプギア、このゲーム機に直せるかな。なんか壊れてるっぽいんだよね。直せるかどうかは見てみないとわからないかな。ちょっと調べさせてもらってもいいかな。仕方ありません、今回も私が何とかするしかありませんね。誰でもいい、俺たちを助けてくれ。あれ、お姉ちゃん何か聞こえるよ。本当だ。でも一体どこから。多分このゲーム機からじゃないかな。あ、ちょっ、何これ、一体何事。なんで私たち部屋の中で飲み込まれてるの。抜け出せないよ。吸い込まれる。バレゲーム機を直してたのバレて、イースンが鬼の形相とか。
なんだ、夢か。それじゃあ、ネプギア、おやすみ。だから、夢じゃないよ、お姉ちゃん。いやいやいや、ありえないから。私たち、さっきまで部屋にいたよね。なのになんでいきなりこんなところにいるわけ？わからない。気づいたらここにいて、私たち、どうなっちゃったの？まあ、ここがどこか知らないけど、来ちゃったものはしょうがないよ。街が崩壊してたり、空はなんかひび割れしちゃってるけど、そんなのゲームじゃ日常茶飯事だよ。ゲームではよくあることでも、現実では絶対にないんじゃないかな。まあ、細かいことは置いといて、どこかに人がいるかもしれないし、ちょっと歩いてみようよ。そっちの方が、こんなところでくよくよしてるよりも何倍もマシなはずだよ。うん、そうだね。ずっとここにいるよりはいいよね。よし、じゃあ気合い入れて、レッツゴー。誰もいないね。おかしいな。猫の子一匹くらいいてもいいと思うんだけど。はーい、誰かいませんか？お姉ちゃん、やっぱりここおかしいよ。道路やビルに走ってる亀裂、ただの亀裂じゃないよ。本当だ、緑色で綺麗だね。ずっと見てると吸い込まれそうになるね。空にも同じ亀裂が入っているし、まるで空間そのものにひびが入っているみたい。それにこの建物の感じとか、なんとなくプラネティウーヌの街と似てる気がする。プラネティウーヌに世紀末が来たらこんな感じになっちゃうのかな。そんな不吉なこと言わないでよ、お姉ちゃん。でもここには見覚えのあるものが全然ないし、プラネティウーヌではないと思うんだけど。そうだね、街の中だったら私の庭だし、道がわからないはずないもん。まあ、ここで考えててもしょうがないよ。今はとにかく全身ある涙よ。ゴーゴー。こういう時のお姉ちゃんの自信はどこから来るんだろう。自信？そんなの、私が主人公だからに決まってるよ。どんな展開になろうとも、主人公補正バリバリで切り抜けちゃうんだから。だといいんだけど。猫！なんだ、びっくりした。モンスターか。どう、ネプギア、私の主人公補正で地元の人第一号発見だよ。違うよ、お姉ちゃん、どう見てもお話とかできるような相手じゃないよ。殺意満々だよ。やっぱり。やっと私たち以外の誰かに会えたと思ったんだけどな。けど相手がやる気なら仕方ないよね。ネプギア、女神化して一気にやっつけちゃうよ。うん、刮目せよ。プロセッサユニット到着。シーン。あれ、しかし何も起こらなかった。危ないな、もう。さては変身中の攻撃は5発だって知らないだね。モンスターにそんなこと言ってもわからないと思うけど。なんで女神化できないかわからないけど、まずは目の前の敵を何とかしなきゃだよね。行くよ、ネプギア。チュートリアル戦闘開始。みんな、この戦闘で基礎をしっかり覚えてね。私との約束だよ。見たこともないモンスター、強そう。気を引き締めていかないと。大丈夫だよ、ネプギア、
これってチュートリアル戦闘だから、どんなすごい見た目でも絶対勝てるから安心して。
なの？ここ。ネプギア！あそこ見て！誰かいるよ！本当だ。女の子だよね。あの人、すごい数のモンスターに囲まれてる。地元民があんなの相手に一人でかなうわけないよ。行こう、ネプギア！待ってました。
約半数の避難が完了した。お前もそろそろ戻ってくるんだ。何言ってんだ、全員避難したわけじゃねえんだろ。それにこいつらを放っておいたらそっちに行っちまうかもしれねえ。まだ帰れねえよ。ゴー、やれやれ、くれぐれも無茶はするなよ。わかってるよ、戦えるのは俺しかいねえんだ。とりゃーゴー第一町人発見。おーい、人間モンスターが随分減っているような。まさかあの人が一人で倒しちゃったの。やっと私たち以外の人に会えたよ。ねえ、ちょっとここがどこなのか教えて。ここに来て新手かよ。ちょ、いきなり何するのさ。へえ、なかなかやるじゃねえか。俺の名前は天王星うずめ、てめえの名はネプテューヌ。ネプテューヌだよ。ネプチュ、言いづらい名前しやがって。よく言われるよ。見た目によらずやろじゃねえか。あいつとの前哨戦にはちょうどいいかもな。もうなんで話を聞いてくれないかな。こっちはいきなり変な場所に来て困ってるのに。あいにく敵と馴れ合う舌は持ってないんでね。人間を模した姿で騙そってんならそうはいかねえぜ。だから敵じゃないってば。話を聞いて。いい加減にしないと。ゲーム業界一優しさに定評のある私でも怒るよ。ゲーム？わけのわからねえことをごちゃごちゃと。くらえ！私たち、お姉ちゃんの言う通り、あなたと戦うつもりなんてありません。それどころか、あなたに助けてもらいたいくらいなんです。だから、ね、私たちのことを信じて、話を聞いてくれませんか。そうだそうだ、私たちすっごく困ってるんだから。お姉ちゃんも、何勝負に乗っかってるの。いや、まだ嫌がったか。てめえとの勝負はこいつらを先に片付けてからだ。そうだね、先に邪魔な外野をやっつけるよ。だから勝負はしないでってば。行くぞ。来やがれモンスターども、この天王星うずめが一匹残らず駆逐してやる。任せてください。ミラージュダンスです。
くらえ！損傷を引っ込んでいきます。損傷を引っ込んだり。やった！してすまなかった。悪かったな。よかった。分かってくれて。済んだことはいいって。私たちも人に会えてよかったよ。ここ本当に誰もいないんだもん。そりゃここには誰も。それよりあいつの手先じゃないならあんたらは一体何者なんだ？なかなか腕が立つみたいだわ。簡単に言うと迷子ってやつ。私たちいつの間にかこの町にいて誰かいないか探していて、ようやく見つけたのがあなただったんです。迷子？逃げ遅れてはぐれたやつらが他の町で生き残ってるってことか？逃げ遅れ？何から？生き残ってるって？でこ！今度は何事？どうやらあいつのお出ましのようだぜ。俺にもあいつの正体が何なのか分からねえ。だがな、あいつがこの町を、そしてこの世界をこんな風にした張本人だってことだけは確かだ。あいつがこのヤバい亀裂とかを作ったってこと？その通りだ。あいつはただ町を破壊するだけじゃない、土地や空までも破壊しやがるんだ。もしかしてあれと戦うつもりなんですか？ああそうだ、俺はずっとあいつと戦ってきたんだ。無理ですよ、あんなに大きいのなんて。お姉ちゃんからもうずめさんに言ってあげて。よし、私も燃えてきたよ。え、相手がビルよりもでっかい？そんなの上等、むしろやってやんよ。お姉ちゃん、この主人公ネプテューヌ、大きいだけの敵になんて負けないんだから。言っとくが助太刀はいらねえぞ。止めても無駄だよ。私の人の話の聞かなさは筋金入りだからね。勝手に手伝わせてもらうよ。二人とも冷静になってください。あんな大きいのと戦うなんて常識的に考えて無理だよ。心配してくれてるところ悪いが、この町をめちゃくちゃにしたあいつだけは女神として絶対に許せねえんだ。そういえばまだ言ってなかったな。まあ今はそんなことどうでもいいさ。今からここは戦場になる。巻き込まれる前に遠くに逃げるんだ。なら娘さんも一緒に逃げましょう。正面から戦う以外にも倒す方法があると思うんです。だからあのデカブツと一緒にさっきみたいなモンスターの群れも進軍してきてるんだ。逃げ遅れた奴らを逃がすためにも何が何でも俺がここで食い止めないといけないんだ。あの大きいのだけでも大変そうなの。
の大群もだなんて。よし、そういう理由ならなおさら私本格的にウズメを手伝うことに決めたよ。お前なんかが太刀打ちできる相手じゃねえ。さっきから何度も言ってるが、さっさと逃げろ。やだ。逃げろ。逃げない。それこそここで逃げたらウズメを見捨てるようなもんだもん。それに私たちがいた方が時間もたくさん稼げると思うんだ。お姉ちゃん、お姉ちゃんが戦うなら私も戦います。あー、もうわかったよ。どうせ言っても聞かないんだろ。いいか、戦うからには絶対に勝つからな。もちろんだよ。ならせめて一度その傷をどこかで治療しませんか。見たところあの大きなのはすぐにこっちには来そうにはないですし、時間があるなら万全の状態で臨んだ方がいいと思うんです。一理あるな。なら近くに俺の拠点があるからそこに行こう。教えてリンス。ここが俺の拠点だと言っても廃ビルの一室なんだがな。まあ野ざらしの外よりはマシだろう。おお、廃ビルを使ってるあたりいかにも秘密基地って感じでかっこいいかも。うん、何気ない廃ビルの一室に見えて必要最低限の住居設備に回復アイテムに食料、そして申し訳程度の通信端末、まるでアニメとかで見るレジスタンスのアジトみたいでかっこいいです。何？お前らこの拠点のかっこよさがわかるのか。うん、はい。そうかそうか、ここのかっこよさがわかるのか。なら悪いやつじゃなさそうだな。さて、時間がないからざっとだけ説明する。さっきも言った通り、あのデカブツが町や世界をぶっ壊してる元凶だ。あいつの厄介なところはデカさだけじゃねえ。建物や生き物を壊すだけじゃない、存在そのものを消滅させる力を持つんだ。そしてこの国には生き残ってる人間はいない。誰も人がいないの？そっか、だからシェアエネルギーが。まさかとは思うけど、全員あのでっかいのにやられちゃったとかないよね。さあな、そこんとこは俺もよく知らないんだけど、人間の代わりって言い方も変だが、言葉の通じる善良なモンスターたちがこの国には多く暮らしているんだ。そして今回の作戦目的だが、そいつらがこの町から避難するまでの時間稼ぎだ。はいはい。他に仲間とかいないの？残念ながら戦えるのは俺たちだけだ。うわ、それでよく今まで戦ってこれたね。正直俺もよく今まで持ってると思うよ。詰めそうな場所を見つけても怪物が現れるたびに逃げる日々、それを何度も繰り返しているうちに、気がつけば町も大地も壊され、どんどん行き場がなくなってる。どうにかしてあの大
きいのを倒すことはできないんですか？そうそう、早い話、あのでっかいのを倒しちゃえば解決だよね。おいおい、簡単に言うなよ。難しいが、こちとら何度も挑んで負けてるんだからよ。そんな、そんな顔すんなよ。今は無理でも倒す策は考えてあるんだ。ただしまだ準備中だけどな。で、肝心の時間だが、わざ、そっちの避難状況はどうだ？娘か、無事なようで安心したよ。こっちの避難状況は7割くらいのところだ。まだ結構残ってるな。苦労かける。気にすんな。それじゃあ引き続きそっちを頼む。ああ、娘もくれぐれも無理はしないように。ねえ、今のイケメン講師の人誰？娘の仲間？ああそうだ、ちょっと口はうるさいかな。さて、それじゃあそろそろ行くか。くれぐれも忘れ物だけはするなよ。デカブツよりもモンスターの群れが町に来るはずだ。先にそいつらを潰す。オッケー、とにかくここに来るモンスターたちをやっつければいいんだね。ああそうだ、頼んだぜネプッチ。ネプッチ？ネプなんとかだと言いづらいだろ。だからお前はネプッチだ。出ました、初対面の人が私の名前を言えないパターン。私的には新鮮で可愛いあだ名だから大歓迎だよ。ちなみにお前はギアッチな。ギアッチ？二人ともネプから始まったらかぶっちまうだろ。だからお前はギアッチだ。ギアッチ、ギアッチかあだ名で呼ばれるの初めてかも。よかったねネプギア。どうやら第一波のお出ましのようだぜ。二人とも気合い入れていくぞ。負け候補生だからって甘く見ないでください。私のターン。俺の番だな。だせえな。殺せ。そことだけはできません。来るぞ。今までのより大きい。やっぱてめえがいるわな。何何？うず
爪はあのモンスターとお知り合いなの？知り合い？そんなのとっくに通り越して腐れ縁だぜ。こいつには何度もデカブツとの対マンを邪魔されてるからな。おい犬コロ、てめえとの因縁も今日限りで終わりにしてやる。これはシェアクリスタム？今日は今までと違って仲間がいるんだ。デカブツともどもてめえもぶっ倒してやる。シェアクリスタル変身。時間切れか。時間切れ？
シェアクリスタルで女神化していたような。嘘、まだ生きてるの？しぶとい野郎だ。まだやろってんのか？これ以上はさすがの私もきついかな。けど、やろうって言うならとことん相手しちゃうよ。逃げたのか？どうやら私の強さにおじけづいて逃げたパターンだね。ただ単に深手を負ったからじゃないかな。仕留め損なったのは悔しいが、これで存分にデカブツと戦えるぜ。ちょっと待ってよ、ウズメ。まさかその傷であのでっかいのと戦うつもり？おいおい、どうしたってんだね、プッチ。とことん相手をするんじゃなかったのか？そういうことじゃないでしょ。その傷じゃ無理だって言ってるの。ネプ！ち、不意打ちだ。卑怯じゃねえか。二人ともやられたからには倍返しだ。今度はこっちから撃って出るぞ。いた！うずめさん、大丈夫ですか？まさか、さっきの爆発で。このくらいかすり傷だ。気にすんな。それよりも今はあいつを。そうだ、逃げ遅れた奴らは無事なのか？俺だ。避難状況はどうだ？みんなは無事なのか？うずめか。ちょうど今隣町への避難が完了した。よかった、間に合ったんだな。ああ、君が避難する時間を稼いでくれたおかげだ。なら心置きなく戦えるってもんだ。みんな無事に避難できたみたいだ。二人のおかげだ。サンキューな。そんなことより私たちも逃げないと。逃げるだと？このチャンスをみすみす逃すってのか？あ、危ない！あ、まさかの危機一髪。お姉ちゃん、うずめさん、大丈夫？大丈夫？ギリギリだったけど、なんとか間に合ったみたい。あ、ネプチのおかげでな。もう、うずめはこんなでも戦おうっていうの？当たり前だ。無理ですよ、早く逃げましょう。うるせえ！せっかくデカブツとタイマン張れるチャンスなんだぞ。逃げるならネプッチとギアッチだけ逃げてくれ。俺は戦う。何言ってるんですか。そんなボロボロの体で戦えるわけ。いや、戦えるね。たとえ己の肉が骨からそぎ取れようと戦ってみせる。それに俺は死んでも喧嘩には負けねえ。差し違えてでもデカブツを。どっせーせーな。何しやがる。ダメなものはダメ。そんなボロボロな状態で戦わせられないよ。ほら、よく言うじゃん、命あってのモノマネって。物種と間違ったんだと思います。そうそう、物種物種。それに逃げ遅れた人たちの時間を稼ぐっていう目的は達成できたんだし、無理をする必要はないって。そんなわけだから、ウズメを連れてとっとと逃げるよ。ネピギア、そっち持って。うん。で、おい、お前ら話しやがれ。勝手に俺を担ぐな。おらせ。よし、ネプギア、持ったね。それじゃあ、撤収！って、人の話を聞きやがれ！ここまで逃げれば大丈夫だよね。追ってくる気配もないし。たく、余計なことしやがって。じゃあ、格好悪いじゃねえか。
けど、助かったでしょ。わかったよ。お前らのおかげで助かった。ありがとな。わかればよろしい。どこか休めるところとかないかな。3人ともボロボロだし、うずめさんの手当てもできるような場所があれば。それなら拠点に戻ろうぜ。あそこなら離れているし、ある程度は物資もあるしな。どうやら向こう側の地区で暴れた後に消えたようだ。じゃあ私たち助かったんですね。と言ってもあいつが暴れて破壊した場所はもうダメだろうがな。けど避難が間に合っただけでもよしとするか。犬頃に疲れを負わせることができたしな。さてお前らも疲れただろう。ここには少しだが食料もあるし毛布もある。好きにくつろいでくれ。ベリン、ベリン。教えて、リンス。デカブツのことか。そう、それそれ。でっかいのとかデカブツって私たちは好き勝手に呼んでるけど、名前とかないの？名前か。そういえば君も止めなかったな。なんて名前なんだろうな。正体とかもわからないんだよね。ああ、あいつが町を破壊するせいでこの国の町はもうほとんど残ってないんだ。それにあいつに破壊された場所は土地ごと町が消滅しちまうんだ。そのせいでこの国は次第に暮らせる場所が減っているんだよ。何それ、めっちゃヤバいじゃん。それだけじゃねえ。俺が実際に見たわけじゃないんだが、他の国を滅ぼしたのも合わせて全部で4体いるらしい。あんなのが4体も？もしかして私たちものすごくヤバい場所に来ちゃったのかも。なあ、ネプチとギアッチってどこから来たんだ？お、プラネテューヌだけど、もしかして帰り方を知ってるの？プラネテューヌ？ですか？あ、いや、大したことじゃねえよ。ちょっと、さっきの疲れが出ただけだ。で、プラネテューヌへの帰り方だよな。悪いが、俺の知らないところのようだ。そうですか。ただ、思い当たるとすれば、もしかしたら、海の向こうにある国なのかな。海の向こう、ですか？ああ、行ったことはないが、俺が知らない場所と言ったらそこくらいだ。じゃあ私たち、いつの間にか海を越えて遠くの大陸にやってきちゃったわけ？理由はわからないけど、その可能性が高いかも。それなら、Nギアの電波が届かなかったり、女神化できないのも納得できるね。ちなみに、どうやってこの国に来たんだ？飛んできたってわけじゃなさそうだよ。私たちにもよくわからないんだよね。お姉ちゃんが拾ってきたゲーム機を直そうと思って、試しに電源ボタンを押したら、なんだかすごい渦に引き込まれて、気がついたらこの町にいたんです。渦か。どう考えてもそいつがワープの原因だよな。そうだ、ずっと気になってたんだけどさ、こ
こってシェアが感じられないんだけど、なんで？そりゃここには人がいないからな。そうなの？もしかしたらまだどこかにいるかもしれないけど、俺は見たことないな。そっか、だからシェアが全く感じられなかったんだ。だからシェアクリスタルで女神化してたんですね。けどシェアクリスタルなんて珍しいもの、どこで手に入れたんですか？たまに落ちてるんだよ。あ、シェアクリスタルって落ちてるものなんですか？ああ。ありえません。だって目には見えないシェアエネルギーを凝縮したエネルギー結晶体がシェアクリスタルなのに、それが落ちてるんですか？そうだが、何かおかしいか？シェアクリスタルの製造には莫大なシェアと、それを結晶化させる特殊な製法が必要なんです。以前、犯罪神と呼ばれる敵と戦った時に、各国にいる教祖の皆さんがシェアクリスタルを作ったんですが、4つ作るのがやっとでした。なのにそれが落ちてるなんて。へえ、シェアクリスタルってそうやって作るのか。実は俺もなんでシェアクリスタルが落ちてるのかわからないんだよ。つまり娘にとっては一時的にシェアを得られるちょっとしたレアアイテムって感じ？そうそう、そんな感じそんな感じ。だから切らさないようにいつも持ち歩いてるんだよ。ほら、すごい、こんなにたくさんのシェアクリスタルなんて初めて見たかも。で、情けないことにこいつがないと女神化ができないから、いつも仲間たちが探してくれるんだよ。うわ、まさに崖っぷちって感じだね。仕方ないさ。それに頼れるものがあるだけマシってもんだけど、これからは安心していいよ。たとえ女神化できなくても、勝利の女神の私が味方するんだから。ああ、期待してるぜ。よし、それならそうと、私たちの出会いを祝ってジュースでパーッとやろうよ。ネプギア、持ってくるの手伝って。うん。本当、まさかネプッチたちが女神だったなんてな。けど、さっきの頭痛はプラネテューヌか。初めて聞いたはずなのに、何なんだこの違和感は。ねえお姉ちゃん、この町ってなんて名前なんだろう。さあ、けどいきなりどうしたの？せっかくだから気になることとか起こったことを記録しておこうと思って。ほら、なんかプラネティオーヌの建物に似ているのも気になるし。なら娘に聞いてみようよ、きっと知ってるはずだよ。あー、この町の名前か。悪い、実は俺も知らないんだ。え、娘も知らないの？女神なのに？まあ女神なのは確かなんだが、実は俺記憶がないんだ。え？記憶の最初にあるのはこの名前も知らない町の景色で、唯一覚えていることは俺がこの国の女神だってことと、あのデカブツがこの国や町をめちゃくちゃにした張本人だってことくらいなんだ。そんな、ごめんなさい、そうとは知らず。私、いいっていいって、ギアッチが気にすることじゃねえよ。別に記憶がないから困ることもないし。まあそんなわけだから、力になれなくて悪いな。生物だし、ないのは仕方ないよ。プリン、材料があれば後で作ってあげるから、今はちょっとだけ我慢しようね。やだー、ネプギア大好き。ちょっとお姉ちゃん、こんなところで抱きつくなんて
なあ、さっきからずっと思ってたんだが、ネプッチがギアッチの姉ちゃんなんだよな。そうだよ、何を隠そう、私がお姉ちゃんなのだ。とやー、マジかよ、どう見ても逆にしか思えないんだが。よく言われます。お姉ちゃんこんな性格だし、私の方が大きいので生まれてくる順番が逆だとか、もうイライラだけど、普段はこんな感じでも、いざという時はとっても頼りがいがあってかっこいいんですよ。へえ、世の中には不思議な姉妹もいるんだな。なんとなくここが海の向こうの大陸だってことは分かったんだけど、どうやって帰ればいいんだろう。やっぱり船じゃないかな、今の私たちじゃ飛べないし。となるとまずは船探しからだね。まるで名作 RPG の第一作目みたいで燃える展開だね。突然いなくなってイースンさんたち心配してるかな。早く帰る方法を見つけないとは。けどさ、このまま帰っちゃっていいのかな。どういうこと。うずめだよ、うずめ。記憶もないのに一人でずっと戦ってるんだよ。帰るにしても娘の手伝いをしてからじゃダメかな。そんな気遣いは無用だぜ、ネプッチ。あ、娘、それってどういう意味なの。帰れる場所があるならさっさと帰った方がいいぜ。けどさっきはさ、初めて自分以外の人間、あて女神の俺が言うのもなんか変だな。まあ自分以外の人と話ができて、それで一緒に戦ってくれるって言うから、つい浮かれてしまったんだ。だがな、元は俺とあいつの喧嘩だ。関係のないお前らがわざわざ危険なことに首を突っ込むことはないさ。俺の国のことは俺が何とかする。女神として絶対にだ。でも下からには放っておけないよ。だってここにはうずめしかいないんでしょ。ずっと一人で戦っているなんて、そんなの悲しすぎるよ。別に悲しくなんてないさ。それが俺にとっての当たり前だからな。あの、一人で戦っているって、他に女神はいないんですか。ああ、ここにいる女神は俺だけだ。じゃあ女神じゃなくても一緒に戦ってくれる人はいないの。残念ながら俺以外に戦えそうなやつはいないんだ。じゃあなおさら私たちに手伝わせてよ。一人より二人、二人より三人だよ。お前らが戦えることはさっきのでよくわかった。だが無関係なお前らを巻き込むなんて、そんなのカッコ悪くてできるわけないだろ。無関係なんかじゃないよ。だって私たち友達だもん。友達が大変な状況なのに知らん顔して帰れないよ。友達か。別に俺はお前らのことなんて、たちだなんて思ってねえっての。ツンデレ一丁いただきました。あ、そうだ、うずめさん、一つ提案があるんですけど、聞いてくれませんか。提案。私たちが帰るまでの間、うずめさんを手伝わせてください。はあ、帰るまでって。だからそれは危ないからさっさと帰れって言ってんだろ。そこなんです。全く見知らぬ土地をさまようことこそ危ないと思いませんか。どこに船があるかわからないし、それにさっき戦った大きいのだっていつどこに現れるのかもわからない。それにもし狙われでもしたら、私とお姉ちゃんだけじゃ対処できないと思うんです。何が言いたい。知り合ったのも何かの縁ですし、協力し合いませんか。なるほどな。俺はお前らの帰る方法を探すのを手伝い、その間お前らは俺と一緒に戦う。おお、さすがネプギア、一石二鳥のナイスアイデアだよ。じゃあない、どうせ言っても聞かないだろうし。ここはギアッチの提案通り
協力し合おうぜ。うずめさん、ただし帰る手段が見つかったら四の五の言わず速攻で返すからな。はい。ここでもないかな。どうしたのお姉ちゃん、さっきからいろんな部屋を覗いてるみたいだけど。さっきの戦闘で汚れちゃったからお風呂に入るかシャワーを浴びたいんだけど、どこにもなくてさ。そういえば私も結構汗かいちゃったし、お風呂に入れるなら入りたいかも。ちょっと汗臭いかも。クンクン。別にギアッチは汗臭くないぞ。いや、汗臭いかもって言ってたから試しに匂いを嗅いでやっただけだわ。けど安心しろ、汗臭いどころかシャンプーのいい匂いしかしないぞ。本当ですか。ああ、逃げも隠れもするが嘘だけはつかないのが俺だ。よかった。うずめがネプギアのフラグを建築しているけん、まさかネプギアが異性じゃなくて同性に攻略されるだなんて。お姉ちゃん、なんだかネプギアの将来が不安になってきたよ。お姉ちゃん、変なこと言わないで。だってネプギアったら頬をあからめて、しかも上目遣いだったんだよ。それなら疑われても仕方ないよ。だからそれは恥ずかしかったからで。相変わらずネプッチとギアッチは面白いな。もう、うずめさんのせいでもあるんですよ。悪い悪い。そういえば、うずめはどうしてここに？私たちに何か用？ああ、風呂かシャワーを探してるんだろ。さすがに風呂はないが、シャワー代わりならあるから教えてやろうと思ってさ。あるの？ついてきな。案内してやるよ。気持ちいい。だろ、運動した後ならなおさらだろう。うん、ほてった体にこの冷水がなんとも気持ちいいよ。けど屋上の給水タンクに穴を開けてシャワーガールにするなんてナイスなアイディアだよ。まさに生活の知恵ならぬサバイバルの知恵ってやつ。ここの生活も長いからな、自然と身につく知恵ってもんだ。せっかくだし、うずめも一緒にシャワー浴びようよ。冷たくて気持ちいいよ。あー、俺はパス。なんで？まさか外で裸になるのが恥ずかしいとかないよね。いや、それに関しては慣れてるから抵抗はないんだわ。あ、その、なんだ、なんてんだ、その…わかった、人前で裸になるのが恥ずかしいんでしょ。バカ、そんなわけないだろ。図星みたいだね。図星じゃねえよ。断じて今まで一人だったから他人に自分の裸を見せるのが恥ずかしいとか、そんなんじゃないからな。わあ、全部自分で言っちゃった。あ、そうだ、私うずめのかっこいい裸が見たいな。かっこよく服をバッサーと脱いで、かっこよくショーをバッシャーって浴びる男前のうずめを見てみたいな。誰もいないハイビルの屋上で裸でシャワーを浴びてたらワイルドでかっこいいと思うんだけどな。お姉ちゃん、さすがにそれは仕方ねえな。ネプッチがそこまで言うなら見せてやってもいいぜ。嘘、うずめさん脱いちゃうんですか。おお、うずめ男前かっこいいぞ。ヒューヒュー。やだ、マジ恥ずかしいし。え、うずめさん今なんて。別に何でもねえよ。このくらい恥ずかしくもなんともないぜ。それどころか開放感的で気持ちいいぜ。なんか焼け気味になって。
てる。でもなんでお姉ちゃんはうずめさんを脱がすことができたの？確証はなかったんだけど、初めて出会った時からかっこいいことにこだわってたからかな。やっぱ煽ってみるもんだね。大正解だよ。そう言われてみれば確かにそうかも。てかギアッチは入らないのか？そうだよ、ネプギアも着ないよ。いい感じに冷えてて気持ちいいよ。でもその外で裸になるなんて恥ずかしいよ。お前はそっちか。何言ってるのさ、ネプギア。女同士だから別に乱れたって困らないでしょ。それにこんな街中で裸になるなんてめったにできない経験だと思うな。そんな経験はできなくてもいいかも。よしネプチ、こうなりゃギアッチを脱がせるぞ。一人だけ恥ずかしがって脱がないなんて絶対許さないからな。やだ。ここには俺ら以外誰もいない。よかった。にしてもみんなでこうしてシャワーを浴びるのも楽しいもんだな。ずっと一人だったせいか余計楽しく感じるよ。じゃあさ、せっかくこうして出会えたんだし、うずめがしたことのない楽しいこといっぱいしようよ。お風呂で背中流しっこしたり、一緒にご飯食べたり、一緒にいろんな楽しいこといっぱいしよう。そうだね、私もうずめさんと一緒に楽しいこといっぱいしたいな。ネプッチ、ギアッチ、じゃあ早速うずめとネプギアの発育チェック開始。ネプッチ、ふいー、そこは触っちゃダメ。知りたくてネットで情報を集めてたんだ。ネプギアそういうの得意だもんね。それで何か見つかったの？まだ全然。この辺り無線が機能してなかったから、今 N ギアを有線でネットに繋いだところなんだ。おお、だから N ギアから変なケーブルが伸びてるんだね。踏みつけないように気をつけないと。あ、でもね、壊れてたけど地図データとかいろいろ見つけたんだ。今はツールで修復している最中だけど、終わったらきっと何かわかるはずだよ。おお、さすがネプギア、こういう時だとすごく頼りになるよ。そうかな。おーすネプチ、やっと起きたんだな。ぐっすり眠れたか？そりゃあもうプリンの海にダイブする夢を見るぐらいぐっすり眠れたよ。毛布もあったかかったし、こういうスローライフの生活もたまにはいいよね。それはよかった。で、ギアッチはまだなんかやってんのか？はい、この N ギアをネットにつないで情報収集をしているんです。へえ、その N ギアってのは薄いのにインターネットができるなんてすごいんだな。インターネット、私ネットのコピペ以外でそう呼ぶ人を初めて見たかも。けどネット上に使えそうな情報なんてあるか？ほとんどが断線してたり、サーバーが壊れてたりでまともに機能してないと思うんだが。確かに娘さんの言うようにひどい状態でしたが、公的機関や教会のサーバーはまだ生きてるものもあるみたいですよ。地図データもそこで見つけたんです。
それ以外のデータはほとんど壊れていましたけど。そうだ、発揮じゃなくて調べていて見つけたんですけど、この BBS 掲示板ってうずめさんのですか？今ハッキングって聞こえたような。そう、気のせいじゃないかな。で、掲示板ってのはどれだ？これのドリーム BBS っていう掲示板です。スレッドはほとんどが安否確認や生存報告に雑談用ばかりですね。見た感じ、フリーハイフのスタイルシートをそのまま使っているんでしょうか。ちょっと懐かしいかも。どれどれ、生きてるやつ挙手。のしのしのし、オレシボンヌ、生きてるじゃねえか。カスガ、なんだろう、このネットが普及し始めた頃の懐かしい感じの空気の掲示板は。せっかくだから私も書き込んでみようっと。ああ、それか。それならだいぶ前に俺が立ち上げたやつだ。と言ってもパスワードを忘れたせいでまともに管理なんかできてないんだけどな。ネプギア、通信だよ。あ、この音は私のじゃないよ。この音は俺のだ。娘さんの腕のあれって確か。娘か、どうやら無事のようだな。デカブツを倒すまでやられるわけにはいかねえからな。で、どうしたんだ、こんな朝早くに。俺たちが隣町に避難していることは覚えているか。うん。そこに住むヒヨコムシたちがシェアクリスタルを見つけたらしいんだ。本当か？焦るな、見間違いということもある。俺はこれからそこに行って確認してこようと思う。すまないな、助かるよ。気にするな。それじゃあまた何かあったら連絡するよ。ねえ、うずめ、今の人って昨日も通信で話してた人だよね。そういえばネプチたちにはまだ紹介してなかったな。もうすぐ戻ってくるだろうからその時に紹介するな。さて、それじゃあ俺はちょっくら街を見回ってくるわ。見回るって何をするの？デカブツがいないとはいえまだ凶暴なモンスターがはびこってるからな。避難した連中が戻ってきてもいいように目立つやつを倒しておくのさ。それなら私もウズメと一緒に見回りに行こっかな。特にすることもないし。ギオッチはどうする？じゃあ私も行きます。もしかしたら何か発見があるかもしれませんし。それじゃあ3人で出発だな。おー